はい、皆さんこんにちは、吉田ゆまさです。いつも YouTube、Facebook、メグロ、メルマガ見ていただいてありがとうございます。はい、ですね、今ちょっとドキドキワクワクしているのが、億万長者の人たちって、どんな考えなんだろう。どんな何か起こった時にどんなそれをね、どういうふうに捉えてどういう行動に移すんだろうっていうのがすごくね、今ね、興味がありますし、自分もそうなっていくんだなって今思ってるんで、楽しみですね。はい。それはもう、まずは行動なんですが、その行動の前に考え方っていうのがあると思うんですね。その考え方っていうのを、変えていくっていうことを今してるわけなので、このメルマガの企画で。ですので、それがね、すごくね、ワクワク楽しみにしてるんですけども、それにはですね、友部先生言うところのですね、自分のエフィカシーを変える必要もあるし、エフィカシーっていうのはその自己評価ですね、自分の評価、そして、自分のコンフォートゾーンっていうゾーンを、上げていく必要もあるわけですね。コンフォートゾーンというのは自分が居心地のいい空間ですね。はい。まあ、友達先生よく言ってるのは、テストで、自分のコンフォートゾーンが60点の人がいたときに何かの拍子に90点取っちゃうと、そうすると、なぜか慌てて、次のテストで30点を不思議と取ってしまうと。で、自分の平均60点っていうね、コンフォートゾーンにですね、戻してしまうという力があるんですね。ちょっと喉が痛くなったんで、飲みます。ジャスミンちゃん。ちょっとペコッと言ってましたけど。で、ボーリングのアベレージもそうですよね。とにかく、なんか、ゴルフとかもそうですよね。なんか知らないんですけど、自分の居心地のいい空間に行ってしまう。これですね、物理空間と、情報空間だって、物理空間でもそうなんです。むしろそうだっていうふうにね、いうふうにおっしゃってるんですけども、例えばですね、自分の人間の基礎体温がですね、まあ、36度だとしたら、37度、38度とか、40度、90度ってことでね、40度とか上がってしまうと、それは自分の生命を維持するために下げようとすると。汗をいっぱいかくとかですね、下げようとする力が働くわけですね。血圧もそうですし、いろんなことがですね、自分の生命を維持するために、その、物理空間においての、ゴール、目的目標っていうのは、自分の、を現状維持するためだということなんですね。自分の、命を守る命を、昨日と同じ今日と同じ明日っていう状況にするために、体温とか、血圧もいろんな面もそうです。そういった部分にするために、そのコンフォートゾーンの中に収めると、このコンフォートゾーンというその居心地のいい場所に収めるために、下がりすぎる体温を上げ、上がりすぎる体温を下げということをするそうなんですね。